赤ずきんチャチャは、あやかみんによる日本の漫画作品。また、これを原作にした、テレビアニメ。漫画の原作は、魔法の国の裏ら,ら、学園を舞台に見習い魔法使いのチャチャが仲間たちと、巻き起こすドタバタを描いた学園ギャグ作品である。略称は、チャチャ。リボン1992年7月号から2000年8月号までに、かけて連載された。 単行本全13巻、文庫版、全9巻。アニメは1994年1月7日から1995年6月30日まで、テレビ、東京系列にて毎週金曜夕方6時6時30分、放送。全74話スポンサーの意向で、原作漫画にない要素が追加されている。アニメ化当初は、アニメ雑誌などでも決して注目されていなかったが、 キャラクターのぶつかり合いに加え、実験的とも言える、ギャグ演出に急速に評判が高まり、3度にわたって、アニメ雑誌の表紙を飾るまでになった。また、少女漫画では珍しく、男児からの人気が高かった。全番組、姫ちゃんのリボンから続投しているスタッフが多い一方、辻初次監督のもとに、スタッフとして参加した若手演出家の大地平太郎、佐藤達夫、 桜井博明はキャラクターを暴走させる演出で注目され、チャチャサンバガラスと称された。テレビシリーズ終了後に OVA として3つのエピソードが30分シリーズの掲載でリリースされた。連載終了から11年を経て、クッキー2011年5月号に続編、赤ずきんチャチャ N が掲載された。N はその2という意味である。これは1は読み切りだったが、 同志2012年1月号の付録、小納ギャグ劇場に2話目が掲載され、2012年8月号からは、連載が始まり、2019年9月号にて、連載が終了した。単行本前後間。原作者のあやかは執筆依頼が来た際、チャチャの設定等を忘れてしまったため、原作漫画とテレビアニメを参照しながら、執筆をしたと言い,い。 その影響か原作とアニメの設定が混在してしまっているのが特徴である。なお、続編制作に合わせてのメディア展開はあまり行われなかったものの、アニメディアでアニメ版のキャラクターデザインを担当した渡辺はじめが N の設定に属したイラストを描き下ろした。チャチャは赤いズキンがトレードマークの魔法使いの卵、もちもち山の 小さな家で世界一の魔法使いセラビーの弟子として生活している。魔法の腕は未熟でとんでもない失敗を引き起こしてばかりだが、セラビーや幼なじみでボーイフレンド兼ペットの狼男、リーヤと共に楽しく日々を過ごしている。ある時、チャチャとリーヤはひょんなことからウリズリ山に住むセラビーから世界一の称号を奪うことを狙う魔女、ドロシーの城を訪れた。 ドロシーの弟子、シーネはチャチャを見るなり、彼女に一目惚れしてしまい、以来、チャチャ、リーヤと行動を共にするようになる。原作漫画とアニメはストーリーが大きく異なる。基本的な人物設定は、上記の通りであり共通だが、原作はスラプスティックなギャグ漫画、アニメはこれに、敵キャラとの戦闘を前提とした、変身魔法少女ものの要素を付加したものである。原作のストーリーでは、 前半に師匠と魔法使いの試験として、鬼ごっこをするといったストーリー性も見られたものの、その後突然、うらら学園へ通うことになり、学園物の漫画になった。初期は32ページ連載であったが、中盤以降は16ページ連載となる。原作12巻で学園を卒業して、新展開も迎えたが、あまり活かされることなく、最終回を迎えることになった。なお、 アニメ版は原作の1話から30話までが元となっている。平和な世界が続いていたある時、魔界に強力な魔力を持つ大魔王が現れ、国王と王妃を石像に変え、その娘、チャチャをも倒そうとしたが、国王の父、大王であるジーニアスによって、城に結界が張られ、大魔王は城に封じ込められた。しかし、ジーニアスは大魔王の魔力によって、 小さな宝石にされてしまった。国に仕えていた若きセラビーは、まだ幼い赤ん坊のチャチャと、ジーニアスである、小さな宝石を手に、安全な山奥へ逃げ込んだのである。それから、数年後、チャチャの居所を掴んだ、大魔王は次々とチャチャに資格を送り、王家の血を絶やそうとする。単行本文古本放送終了から2年後の1997年に、 LD ボックスが発売されたが、諸事情により本放送時からは、改変が行われている箇所がある。放送日時は、福井テレビ、参院放送を除き1995年1月時点、福井テレビ、参院放送は1996年9月時点のものとする。放送系列は放送当時のものとする。最高視聴率15.8%。 テレビシリーズから半年後に制作された OVA。テレビシリーズ制作時に頭角を表したスタッフのほとんどは、他作品に参加していたため、スタッフの一部が入れ替わっている。テレビシリーズ未登場だった、ポピーくん、もみじ学園の園長が登場しうらら学園の生徒たちとのドタバタが描かれる。テレビアニメ放映中の1994年12月と、 公映終了後の1995年8月に東京・新橋の白品館劇場で上演された。再演時は大阪でも1日だけ上演あり、全二幕。ストーリーはマジカルプリンセスの登場するアニメ前半のいくつかのエピソードを取り入れながら、全体としてはオリジナルのストーリーとなっており、オリジナルの仇役が登場する。演出は三谷裕二。 主役のチャチャは、イリエ、カナコ、リーヤとシーネちゃんは当時ジャニーズジュニアだった、秋山淳と、三浦つとむが演じた。桜井里氏はアニメでの持ち役である、マリン役で初演に出演しているが、再演時には、宮島エ里が演じている。おすずちゃん役は、初演時は、樋口千恵子、再演時には、アニメのおすず役である、並木のりこと、チャチャ役の鈴木まさみのダブルキャストだった。 他に、おゆき先生もアニメの富永美奈が演じている。また声だけで登場する大魔王は、アニメと同じ小村哲夫だった。1995年2月、マジカルプリンセス退場後の3週にわたって、初演時のダイジェスト版が、アニメの放映枠で放映された。下記は、その際のサブタイトルである。なお、アニメの3代目のエンディングである、ようこそ。 マジカルスクールへは、このミュージカルで歌われる曲でもあった。ミュージカルである関係で、舞台で使用された歌詞には、CD としてリリースされたものにはないフレーズが、含まれている。聖・マジカルレビューは、赤ずきんちゃちゃの BGM と、オリジナルのストーリーのボイスアニメが収録された、サントラ CD である。ボリューム4で、ボリューム5の発売を示唆していたが、現在まで発売されておらず。 全4枚。また他の項目にもあるように、リーヤの声優、カトリシンゴは、権利関係により出演はできず、犬のサウンドエフェクトが代用してある。同じ理由で、スマップ歌唱のオープニングテーマはいずれの番にも未収録。ドラマパートの脚本は、ボリューム1は、アニメの演出協力である高橋良介、ボリューム2から4は、 アニメの脚本を執筆した山口博士が担当している。パソコンデータ収ソフトとして以下の商品が発売された。スクリーンセーバーや壁紙のほか音声やミディ音源も収録されている。マイクロソフトウィンドウズ版、マッキントッシュ版の両方が存在するが、現在では古い環境でないと本来の動作をしない。赤ずきんちゃちゃ N に関するカテゴリー。ありがとうございます。